皆さんこんばんは。ハリウッドスター目指す男アレクサです。308名のファミリーの皆さん、本当に皆さんもありがとうございます。いやー、夏ですね。ロンドン出発が結構近づいてきたんで、体をですね、まあ、普段からこう節制はしてる方なんですけど、ラテンダンスブヨブヨの体型で絶対に女性の手を触れることなんて僕はできないと思ってます。だって自分が女性だったら、いや、こんな男と踊りたくないわって絶対思うんで、やっぱそれはリスペクトを込めてですね、体をまた絞り上げたいなと思ってます。でですね、今体重が63キロありました。どの体型がいいのかなってすごい悩んでいて、やっぱ体脂肪率がない方がキレは増すと思うんですよ。キレはかといって細すぎると、なんか貧弱に見える。なんでやっぱ筋をですね、こうなんていうか、こう残す、流動とすげえしてきてるんですけど、この筋を、この手のね、ここの流動わかりますか、ね、この筋肉と、もうちょい体をここをでかくして、大胸筋をでかくして、こうもっとこうガチッと座った時にポコってこうもっとこうフレームというか、ここをでかく、どうしたらいいんですかね。で、僕はずっと自重トレーニング、器具を使わずに、もう腕立てと腹筋と体幹だけでずっと仕上げてきました。でもっと体幹をして、やっぱね、たまにこうウォーキングするとバランスをこうってなったりするんですよ。ラテンシューズって高いんで、こうヒールが、なんでちょっと自分の体をもっとこう観察して、実験して、どの体が一番パフォーマンス上がるのかっていうのをもうちょいこう追求していきたいなと思います。なんでまた新たなミッションができましたね。貯金ですね。貯金をするっていうのと、引き続き筋肉の、こう成長プロセスというか、そういったものを配信していきたいなと思いますので、皆さん今後ともよろしくお願いします。それではハリウッドスターを目指す男アレクサお送りしました。308名